ロス。いにゃー、時代はロリスよ。ホムラも胸が小さくて背も小さいから完全にロリスよ。ということで皆さんこんにちは。ホムホム相談事務所室長のホムラスー。よろしくすー。ところで皆さんのタイプはどんな感じっすか？やっぱりホムラみたいな感じがベストっすよねー。お客さんっすかね、どうぞ入ってくださいっす。よ、皆さんこんにちは。広川たけみです。よろしくね。たけみちゃんすー。出演回数多いっすね。まあ、ホムドレさんがパワポケで好きなキャラって言ってたからねー。そんなキモい話は置いといて、今回の相談は何ですっすか？今回は私が本当に巨乳なのかの考察をしてほしいよ。は、なんすかそれ。よく巨乳でイラスト描かれるでしょ、気になってさ。やっぱりホムドレ気持ち悪いっす。まあいいっす。それじゃあ開始させていただくっす。開始。それではこれから広川武美は果たして巨乳なのかの考察を開始させていただくっす。まずは広川武美の簡単な紹介をさせていただくっす。広川武美はパワポケ級に初登場したキャラクター。ブギウギ商店街で漢方薬店を経営している女性で、天真爛漫で子供っぽい性格、気さくで陽気、話を乱すのが得意。自宅のパソコンを使って株で稼いでいるため、お金は割と持っている。さらに人間ではなくアンドロイドという設定モリモリのキャラクターっすね。確かに設定モリモリだ。詳しくはパワポケキャラクター紹介動画広川武美編を見てくださいっす。この見た目から非常に人気で、パワポケキャラでは一番と言っていいほどイラスト数は多いっすね。そんなに多いんだねー。しかしどのイラストを見ても、広川武美ちゃんはほとんど巨乳？めっちゃボインボインしてるんすよ。え、そんなに巨乳イラスト多いの？だけど公式設定には巨乳どころか、本編でも巨乳イベントは存在しない。つまりユーザーの想像、見た目によって巨乳にされているということっす。確かに巨乳に見えなくもないけど。それじゃあこれからパワポケの立ち絵を見て果たして巨乳なのかを考えていくっすよ。見た目はこんな感じっす。確かに胸に影がついており、他のキャラクターより大きい見た目をしているっすね。本当だ。他の女性キャラより胸が出てるよ。ちなみにパワポケ内に登場する巨乳キャラクターである太鼓を隣に並べるっすよ。こんな感じっす。リボンがでかすぎてよくわからないなぁ。それじゃあパワプロキャラの巨乳を見ていくっす。まずはパワプロ13のコノハさんっす。彼女は忍者でもちろんナイスバディ。パワプロ13パワフル高校編のカットインにて谷間があることから、結構でかいことがわかるっす。その人物の立ち絵はこんな感じ。パワ体でも相当な胸があることがわかるっすね。本当だ、忍者のイラストでも谷間があるよ。続いてパワプロ15のミヨさんっす。ミヨさんの胸はこんな感じ。でかすぎてパワプロ2016のパワフェスでは胸を隠していたっすね。当時ゼロに引っかからなかったの。この胸とタケミちゃんの胸を比べてみるっすよ。これはさすがにミヨさんの勝ちっすね。これはパワプロ界で一番大きいでしょ。だけどこのハさんと比べると微妙なところ。もしかして勝っている可能性もあるっすよね。ってことはでかいってことでいいんじゃないの？いや、確かに立ち絵だけ見たらでかいっすけど、一つだけ大きな疑問が存在するっす。そのイベントがこちら。このイベントを見てどう思うすか？立ち絵の胸の部分が見えないからよくわからなかったよ。いや、そこじゃないっす。問題なのは胸に大きなパネルが開いているのが見えたというところっす。え、そこ？それじゃあ実際に胸の写真にパネルを当てはめて巨乳かどうか見ていくっす。この動画本当に大丈夫なの？いいんすよ、どうせこんな動画しかないっすから。この女性は見るからに巨乳？たけみちゃんの胸をこれくらいだと仮定すると、いろいろ謎が解けると思うっす。それじゃあ大きなパネルを当てはめてみるっす。こんな感じっす。え、結構でかくない？ちなみにたけみちゃんはブラジャーをつけていた可能性があるので、ブラジャーも追加してみるっすよ。だいたいこんな感じの大きさっすかね。ホムラちゃんが一生つけれないサイズだね。あれ、なんかさりげなくディスられたっすか。まあいいっす。これを見て何か思うことはあるっすか？疑問なのは、パネルが胸の谷間にあるのか、それとも谷間にかかっているのかというところだね。その通りっす。谷間にこの大きなパネルがある場合、こんな感じになるっす。
大体こんなもんっすね。もしかしたらこれより小さいかもしれないっす。これにブラジャーをつけると、こんな感じっす。穴は小さいし大きな穴とは言わないと思うっす。確かに大きな穴とは言えないな。しかもタケミちゃんは大神の工場で作られたという設定があるっす。このことを考えるとタケミちゃんを巨乳にするメリットは非常に薄い。さらに胸にパネルをつけるとすればなおさらありえないっすよ。それじゃあ貧乳の場合はどうなるの？貧乳だとこんな感じっす。谷間に収まるサイズであればこんな感じっす。貧乳であれば大きいパネルだと言えるっすね。なんとなくだけど無理やりな気がする。というか、そもそもついてる位置がここじゃなくて、ここら辺ってことは考えられないの？残念ながらそれはありえないっす。なぜなら風呂上がりのイラストがこんな感じ。ブラより上は肌色であることから、この位置にパネルはついていないっす。あ、本当だ。以上のことから位置はこのあたり。やはり巨乳にするメリットが薄すぎると思われるっすよ。でも実際に胸は大きいし。やっぱり巨乳なんじゃないの？そうなるとおっぱいの部分にも切れ目みたいに入っている可能性はあるっすね。それじゃあこれからガバガバ計算でタケミちゃんの胸を見ていくっすよ。片方の胸がだいたい顔の大きさと考えると、実際のタケミちゃんの胸はこんな感じっす。どうすか、すごく、大きいっす。なんなのこれ。これにパネルをはめてみると、こんな感じ。やはりおっぱいの部分にパネルが入ってしまうっすね。ってことは巨乳であることは間違いないけど、胸の部分にもパネル開放のための線が入っているってことでいいの？そうっすね。納得できないけどそういうことっす。つまり大神は何の意図か知らないっすけど、巨乳にしてまでパネルを胸につけたかった。最強の変態起用ということがわかったっすね。なんだ、結局巨乳だったんだ。くっそーっす、ということでまとめいくっすよ。広川武美はパワ体から見て巨乳の可能性が高い。パネルの面積はおっぱいにかかっている。以上のことからおっぱいはでかい可能性が非常に高いということが考えられるっすね。一体パネルの下りは何だったの？パネルの存在があれば巨乳説を否定できるのかなと思ったっすけど。やはり否定できなかったっす。大神はなんで巨乳にしたのか。マジで訳がわからないっす。何言ってんの？大神なんて基本的に可愛い女の子しか作ってないじゃん。男は結構適当なのにね。そう考えると色々な属性の女の子を作る必要があるのかな。いにゃー。ホムラはとにかくお尻を大きくしたいっすねー。お尻だけアンドロイドに改造してくれないっすか。そうなると違法サイボーグとなって試合出場できなくなるんじゃない？それもありえるっすね。それじゃあ今回はこの辺で終了させていただくっす。それでは、じゃあねー。さようならっす。